一斉のでバンバンザイミユでーす。はい、ということで最近ね、あの3人で撮影する回数がちょっと少なくって、もう本当にね足が忙しい。本当にすごいよ、あの一人の体でいろんなお仕事をねしたりとかしてて、もうすごいなと思いながらルナと話してるんだけど、最近ルナと2人でいることが多くっていろんな話をするんですよ。会話の中でお互い引っ越したから遊びに来てやみたいな話をねしてたの。でもさ、やっぱりさ、前もってその家の予約とかはしないんですよ。今日はルナのお家に突撃したいと思います。まああのちょっと理由がありまして、最近あのルナのストーリーにですね、自炊の写真がたくさん載っているじゃないですか。でその料理の写真を見て、私は本当に食べたいんですよ。まあ、せっかく突撃をするならすっごいずうずうしいんですけど、夜ご飯とかも一緒にごちそうになっちゃおうかなと思いまして、まあ、この後ちょっと準備を終わらせてルナちゃんに突撃したいと思います。いや、義士は羨ましがるんじゃないですかね。あの人もルナちゃんに行きたいって言ってたんですよ。でもあのノリで義士君はお家に入れへんっていう風にルナが言ってたんで、まあそういうことなら、まあ私一人で行っちゃおうかなと思いまして、まあ、私もちょっと家の紹介とか全然できていないので、まあ、いつかね2人を招待して3人でホームパーティーとかしたいですね、うん、って言って、多分日付も決まんないんでしょうけど、このね撮影してるのがまだ年末なんですよ。年越し前なので、年越し前にルナのご飯を食べて元気をつけた状態で年越ししたいと思います。ということで早速やっていきましょう。はい、ということでですね、今ルナの家の近くに到着しました。私と今の買いに行ってて、走ってお腹も空いたということで手土産もたくさん買ったので、ルナに会いに行きたいと思います。ちょっとここからは音声のみで失礼します。はい、あと無言で開けてくれましたね。いいのですか。サンサン、かわいい。いいの。いいよ。これ写していいの。うん、これ写していい。ありがとう。これね、すごい、ルナの。そう、やばい、嬉しすぎる。お邪魔します。いいの写して。うん、でもね、え、すごい、待って、超綺麗。え、すごすぎるんだけど。え、待って、待って、もうちゃんとアナじゃん。え、ちょっと待って、アナがでかすぎる。やばいよね。やばいやばい、あれもう全部破られた。見てください、ルナの家にこたつがありました。待って。すごーい。はい、ということで、はい、ルナの家に来ました。え、何気に初めてかも。そうだよ。え、うん、人を呼ぶなら。あ、でも友達とか呼んでない、まだ。地元の、うん、え、ガチでなんか呼んでない。ルナがいない日を狙ってきたの、私は。そう、でもリスクも入れないって決めてる。それ言った、オープニングで。言った。ルナにね、はい、あの、美味しいパン屋さんのパンを買ってきましたので。ありがとうございました。あ、見よう。あとね、あの適当に買ってきたの。え、ガチで嬉しい。これも食べてちょうだい。ありがとう。うん、え、これめっちゃ美味しいよ。うん、これね、シュガーパン。え、食べたい。超うまいから食べて。え、今日なんですけど、はい、お願いがあって、さすがにあの突撃するだけじゃ、はい、あれかなと思って、一人でなんかご飯のね、取り寄せつけてるの知ってるの。はいはいはい、私はあの、え、本当に今作ってんのって思って。お腹空いてるし、あの夜ご飯作ってもらいたいなと思って。なるほど。え、ちょっと、じゃあお味噌汁がある。ビール飲んでたから、うん。手の残りあるから。じゃあ、ちょっと、お味噌汁やってもいいですか。じゃあ、問題を作れます。イエーイ、お願いします。マジでルナンチおしゃれすぎる。てか、あの電気の数尋常じゃないぐらいあるんだけど。なんか、あの男の影とかあるかなって私思ったんですけど、
ないね。全くないですね。うん、なんかあの一人暮らしでワンちゃんに引き取ってる。でも一人暮らしにしてはあのすごい、すごすぎる。寝室も後で。あのクローゼット以外ならいい。なんでクローゼットに何あんの？クローゼットは開けてなさすぎる。あ、そうなの？うん、じゃあ一回行っていい？うん。なんかドアがめちゃくちゃある。あー、え、うー、すごい、え、すごすぎるんだけど。あ、すごい、赤組の。そう、全部ここある。あ、ウンパさんってこれさ、え、映しちゃいけないじゃんと思って一回やったわ。ウンパさんか。ウンパさんとこれ上半身と赤組のやつ、うん、あ、これエスポのコラボの時の。そうそうそう、すごいな、改めて見るけど全部さ、え、やばいな。これがさ、一番似てる。これの3個の中に、いや、全部すごい思い出って感じ。すごい、すごいね。はい、え、すごい、なんか女の子の家って感じ。よし、あ、そうだめ、絶対いきます。あ、マジで赤。マイクこっち。はい、終わり終わり終わり。こいつのせいでさ、狭いね、ここ料理するキッチンとは思わんぐらい狭い。携帯はここに置きます。狭いな。確かにパイ機も買っちゃった。もうやボロボロ具合やばい、やばい、ほんまに。また元気だったの。大学別用だな。やばい、おいしい。まだ何枚とも焼いてる。すごっ、あ、もう最高だわ。1週間ぐらい済ましてや。不健康すぎてやばいんだって最近。え、マジでウーバーほんま辛いんかと。いや、ガチで偉いと思う。え、なんかたまにさ、うん、遅い時間でも自炊してる時あるじゃん。ある。それさ、どんなさ気分で作ってるの？え、ウーバー見てて、うん、なんか違うなと思ったら。あ、そういうこと。すごいわ、あなた。オッケー、わーい、出てるよ。視聴者の皆さん見てください、これがルナですよ。そしてこれが私ですよ。もうこの疲れ切った顔。何やってるんですか？納豆食べるよ今日。え、食べたい。納豆いいの？うん、嫌じゃないの？え、なんで嫌なの？え、なんか納豆を人、あ、これもカエル化ですわ、ね、多分。あの異性が納豆ご飯とか食べてて、うん、箸から糸伸びた瞬間にめちゃめちゃ引いちゃうみたいな。いや、みーちゃんのカエル化のあれについてめっちゃ喋る、うん、いや、本当に世の男性が本当に引いてしまうと思う。あ、カエル化の話はまた今度。焼いてきます。はい、お願いします。はい、はい、ということでですね、もうすごいです、出来上がりました。あー、美味しそう。はい、ということで、はい、ルナがご飯を作ってくれました。ありがとう。行きました。すごい、幸せすぎる。マジで幸せすぎる。せーの、いただきます。え、てか、うん、今思ったけどさ、まだ家近いね。え、めっちゃ近い。超近い。なんか一回離れたんですよ、家が。そう、みーちゃんがもともと一緒で、ルナ一回引っ越したよ。うん、で、もう一回引っ越してんの。そう、あ、そうね、そうね、そうね。ずっと近いわ。でもね、便利ですよ、近いとやっぱり。うん、うまい、うん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 、ちょっとこれやと思った。うまい。これこれ最近、あの、めちゃめちゃすぐ作れる味噌の煮込み、はい、え、やばいね。そう、めっちゃ手込んでるように見える。え、めっちゃ簡単だよ。マジで？うん、だって炒めるだけ。やばい。あ、いける？いける。うま。最近成長した。え、食べてみていい？うん。マジでこれ男の人に作ったら、うん、うまくいいと思う。うん、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 もともと全然作れなかった。うん、うん、なんか、いつからご飯作るようになったの？東京でできて、うん、1年ぐらいは作ってなかった。ね、作れたとしても味噌汁に魚焼いて卵焼きぐらい。うん、でもすごいけどね。そう、誰かに作ったのがきっかけとかじゃないの？誰やろ。動画かも。動画で作るようになって、そっからもう家で作ろうってなった。うん、そう。え、ルナってさ、動画とさ、うん、地元だとさ違うよって言われる？地元の子に。うん、
あ、でも、なんであんな叩かれるのって。うーん、いや、あっち来る、めっちゃ来るよ。なんか、来ないイメージしかないんだけど。私の場合は、DM がすごい。うん、それこそ、友達とかに、YouTuberのね、子とかに、そのアンチ来たらどうしてんのみたいな、聞いた時に、なんか世間でもちゃんと法律になったじゃん、うんうん、そう、だから、そういうのをなんか対処としてするのもありだよって言われて、もう本当限度が超えたら、うん、それもちょっと考えてはいるけど、怖いよね、あの返すのが。マジで、そうそうそう、だからできない。え、でもなんか、クとか見つけたから、うん、手元分けつけたら、うん、謝っていいだ。マジ、うん、態度って変えるの？変える。いや、私が一番嫌なのは、うん、万々歳のアイコンで、うん、メンバーを叩くっていうのがいるやん。だからそれこそ私推しですって言ってくれてる子がルナのことを叩くとか、うんうん、ルナの推しの子がゲスを叩くとか、うん、なんか最近めっちゃいるのよ、うん、え、分かんない、なんで推してる子がいるグループを叩くのかなって。そうそうそう、マジでそうなの、望んでないもんね、うん、本当に嫌だ、見てて、うん、それはさ、うん、推しのためにもならんやん。ならん、さ、見てるしさ、もちろん。うん、こんな人いたの？うん、おばあちゃんも泣いてくれた。マジで？ほら、おばあちゃんも泣いてくれて。すごい。すごいよね。え、なんかさ、うん、めちゃくちゃ実家感ない。クリスマスのさ、企画で行ったじゃん、うん、なんかあんまりさ、ちゃんと一人の人とさ、ずっといることないじゃん。ないないない。なんか握手とか、うん、写真とか撮るみたいなぐらいはあるけど、長時間喋ってたらなんか、マジで友達みたいになった、うん、え、なんか逆やっぱめっちゃ緊張した。行っては行っても緊張した。なんか大人数得意なのか、うん、超人数得意なのか分かんない。確かに。でもルナ最近ね、ないよそれ。どういうか見てる限り、競技大会あったやん、うん、全然大丈夫。死んでた、めっちゃ死んでた。え、だから、うん、あ、もうなんかそのめっちゃ話しかけてくれるのよ、うん、みんな NG から、うん、で、どこに山とか、あ、山とかに言ってほしい、あの、うん、ルナが、ルナが友達とか話しかけるの苦手やね、うんうん、だから別に一人でしてたの、うんうん、バスケこうやってボール持って、うん、何してんねんって言われる、うん、朝来てとか、うん、もうゆうまくんとか言うんで、うん、あ、ルナはここで練習一緒にしときとか言って、もう誰かとくっつけようとしてくれんねん。でも嬉しかったんけど、うん、そのたびにあの嬉しいけど、うん、弱いの見せたくなかったから、一人でいるのが好きだからって言ったら、うん、めっちゃバカにされた。いや、もうヤマトは見てて思うけど、マジ妹みたいな感じだね、ルナのこと。あの、一人で行ったらもうすぐ声かけてくる、うん、うんうん、ヤマトもさ、競技大会の時にさ、うん、犬がなったか敵でもあったじゃん、うん、でも、バンバンじゃなくて好きだね、あいつはって思ったよ、ね、うん、愛を感じるわ。ヤマトくんはね、結構すごい見てくれてる、うんうん、でもあの赤組の時だけは許さない。なんかあの、誰かと誰かは何々ペアって言われるやんみたいな、うんうん、で、山見湯みたいなやった時の、うん、あの規定の仕方がバツすぎて、うん、マジで、手が出そうになった。後ろにいたから。え、でもさ、うん、シンプル、一番誰だあの毛が、小物とか、ヤマトだね、うん、みんな嫌じゃないよの大前提だけど、話しやすいとか、ヤマトくんかな、みえちゃん、うん、ルナも、ヤマトじゃない？あ、待って、ユウタだ、ユウタくんかな。でもユウタくんダメ、あの、毎回赤組に集まるよ、うん、でキャンピング行っても、うん、ルナ寝てる人起こしてしまうねん、うんうんうん、あのすぐどこでも寝たりするから、なんでここに寝てるの、起きろって言ってやっちゃうの、うんうん、で、ゆうたくんをムカつくぐらい起こしすぎて、うん、あの邪魔扱いされた。赤組って全員優しいよな、うん、プリズムも全員優しいしさ、すごい、なんかこれはもう無理って言ってないよね、うん、なんかだってさ、みんなタイプ違うじゃん、うん、女の子もだけど、でもなんかクラスにさ、うん、大体一人はさ、なんか気合わないかみたいな子がいるのに、え、そう、それ思った、ね、それこそ SNS でコメント欄とか見たらさ、うん、めっちゃ意見ずれるやん、うんうんうん、なのに、今こうやってバンバンズ3人でいるのも、いや、わかる、すごいなと思って、うん、マジわかる。てか、毎回思うんだけど、その体のどこに入ってるの、ご飯、うん、確実ここではないんだけど。だって、ほんまにめっちゃ食べるやんね、うん、どこに入ってるの。でも私たぶん直通、ルナのお父さんと家族がみんなそうやねんけど、ルナだけ多分その体質だったのに、うん、あの便秘で詰まってる、うん、一回だ、便秘で救急車運ばれたって言ったけど、え、違う、違う、何それ、
なんか小5ぐらいに、うん、それこそ今の時期やねんけど、うん、あの冬休みの前ってさ、うん、懇談とかめっちゃ多くなるやん、うんうん、早く終わる日があったの、うん、でイオンモールみたいなところにみんなで行こうってなって、うん、めっちゃおしゃれしてワクワクしたの、うん、で駅向かってる最中にズキッて来て、うん、やばい動けないみたいになって、うん、もう大泣きなの痛すぎて、うん、ちょっと歩くだけでももう痛すぎて、うん、もう倒れ込んだの、うん、やばいみたいな、うんで、お父さんとお母さん仕事あって、うん、誰もおらなくて、その友達のおじいちゃんが家近くて、うん、救急車で呼ばれて、うん、痛すが分かんないの、うんってたかも、うん、でも本当にこう、チョンとされるだけ痛いの、マジで、うん、で、やっぱその時便秘っていう言葉知らなくて、うん、なんか救急車乗ってる時に落ち着いたの、うん、でももう乗ってるし、その友達もイオンモール行くのやめて、うん、ルナんちまで重きし走って、お母さんの電話番号とかを探しに行くぐらいやった、うんうん、ルナ知らんかったから、うん、で、そんなみんな一生懸命してくれてるのに、うん、大丈夫でしたって言うのや、うん、だから痛いですってずっと手病して、うん、病院に着いて、うん、ちょっと待ってってこう取られたの、うん、あ、分かった分かった、ちょっと一回行ってきてって言われて、うん、トイレが干潮されて、うん、なんかえすごい干潮されて、うん、あのこんなぐらいのビリーズの、うん、出てきたのでお母さんとか急いで心配が来るやん、うん、お母さん大丈夫そんな慌てないでって言って、娘さんこんなにうんち溜まってただけだよってすごいでもお父さんとお母さん、うん、病院でもう爆笑、うん、いやすごいわってぐらいルナ本当にうんちが出にくいの、でもお腹痛いのが多いもんね、そうそう、うん、で痩せたって言われる時期ってめっちゃうんち出てる時期、え本当にこれマジでルナ、え、ルナちゃん痩せたよねって言われるやん、うんうん、もうその週めっちゃうんちてるし、うん、ウケるめっちゃよく隠してたね、そのおもろいわエピソード、えそれが初めての救急車だと、うん、めっちゃそう最初で最後、最初で最後ずっめっちゃいいやん、そうだよ、普通に食べよう、はい、うん、はい、ということで、はい、せーのでごちそうさまでした、ありがとう、本当にいい、ね、すごく健康な体になりました、でもその代わりあの交換条件で、うん、家入れてな、言おうと思ったでオープニングでもう言いました、え、なんて言った家さ、上がられるのはさ嫌とかあるの、そ仲良い人だったら、仲良い人だったらいいんや、うん、でもなんか意思はギリなのよ、うん、まずね、お返しとしてルナもお家に来て、はい、ご飯を振る舞わせてください、ということで、本当にこたつから出られません、いや、マジでここからね、すぐ出れる方法あるよ、何、あの、ここから出ないと、今からこの家に爆弾が落ちるとかまで出れる、そうよ、ルナ、そういうこと、え、ルナ、意外にこれするね、一人でもこの後ね、あの、ルナと急遽ちょっとね、街の方に行こうってなったので、うん、プライベートで楽しみたいと思います、はい、ということで、このチャンネルがいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしております、次回の動画もお楽しみに、バイバイ。